副本部長に話しさせていただければなと思います。上永君、頼みます。よろしくお願いします。皆さん、はじめまして。ただいまご紹介を預かりましたソフトバンクの上永義と申します。私からはですね RPA を起点とした今爆発的にですね日本市場に普及しておりますこの RPA を起点としたビジネスプロセスのイノベーションの手法についてですね僭越ながら解説させていただきたいと思います。ソフトバンクはですね社員自ら一人一人が最新のテクノロジーを駆使していくというそういったスマート&ファウンドですね働き方改革の実現に向けてそういった企業風土ですとか DNA というのを根付かせていっております。この情景をですね分かりやすくですねワンピクチャーで表してみました。日常的に発生していく PCJ の動作っていうのはですね最適なロボットを自分で呼び寄せて代行させそして自分自身がクリエイティブなより知的生産性の高い仕事に集中していくこういったスマート&ファンなですね、ワークスタイル、ワークプレイスを確立せんと、今まさに RPA を中心としてですね、邁進しているところでございます。で、まさにですね、ビジネスプロセスの変革の心臓部はまさにですね、このロボティックプロセスになってまいります。このロボティックプロセスの下地作りを行いながらですね、様々な、例えば、AI に代表される新興テクノロジーとの融合によってですね、よりインテリジェントなプロセスへと変貌を遂げていくと、こういったプロセスをやっているところでございます。で、デジタル化の成長モデルっていうのは、いくつか経路がございましてですね、まずは一人一人日常的にですね、やっている PC 上の動作っていうものをロボット化していくと、これがステップ1です。で、次にですね、その中で自分の作業自体がですね、自動化できたもの。いやー、ちょっとここはまだ自動化できてないというのをチームで持ち寄ってですね、プロセスを再定義し、仕分けをする。そして、ビジネスプロセス全体を変革し、統制していくという、ロボティックプロセスオートメーションというフェーズに移り変わってきます。で、このフェーズが非常に重要でございまして、人手作業がやはり残るといったところは、じゃあ次にどういうですね、テクノロジーを取り入れたらいいかというようなジャストアイデアが浮かんできます。それをイノベートして最終的にインテリジェントなですね、オートメーションにしていくと。で、この3段ステップなんですけど、若干ちょっと大げさかもしれませんが、人類のですね、進化の歴史において、最も原始的かつ普遍的な原理原則っていうのが実はあるんです。それは何かというと、一人の人間がですね、火を作るってことを学びました。その時に体感をしました。そして、チームのメンバーとですね、コミュニケーションを図り、そして、例えば調理をしたりだとか、例えば暖を取ったりだとか、様々なイノベーティブな使い方っていうのを学んでいきました。フィール、コネクト、イノベート、この3原理原則っていうのが働いていることになります。それで当社のですね、まず RDA の事例をご紹介したいと思います。こちらはですね、日常的にですね、当社お客様から様々なサービスオーダーでモバイルの登録業務を行っています。全国各地で行っています。これが年間なんと15,000時間とすごいボリュームになるんですが、これ構造化するとですね、どういうような仕組みになっているかというと、たった1回の動作が38分、1オーダーあたりの登録が38分。これが月で2000回、年間に直すと24,000回。この1回38分のロボットを作っちまおうと。それを全国に展開してしまおうと。その結論としてですね、成し得たのが0時間と。15,000時間が0時間。ポイントをおさらいしたいと思います。まず、動作単位でロボット化をしていきます。例えば、検索ロボット、登録ロボット、抽出ロボット、様々なよくある動作っていうのをロボット開発していくと。で、次にですね、これをサーバー、クラウド上にですね、どんどん実装していってですね、あたかも図書館のように再利活用していくと。こういうようなですね、フェーズが RDA になってまいります。続きまして RPA の解説になってまいります。RPA ですけど、ここで扱っているのはですね、当社モバイル端末のですね、セキュリティリスク。非常にいろんな会社様によってですね、セキュリティポリシーが違います。その時に大体200項目ぐらいですかね、お客さんのポリシーに合った形でですね、デバイス管理のですね、登録業務というのを行っています。センサー万別で、非常に高度な技術が伴っています。まあ、それを表したのがですね、大体アクションベースでいうと700ぐらい実はあるんですよ。で、総時間でいうと年間でいうと12,000時間というような、まあ、非常に時間もかかるし、頭を悩ましている作業だったんですが、ここでのポイントはですね、10人でやっていた仕事を半減しました。700のステップを500ロボット化し、200の判断業務がここに10人を5人でですね、成し得たといったわけになります。ここでもおさらいになります。まず、プロセスを再定義しているから非常にポイントになってまいります。まずですね、最適なロボットをライブラリから探していきます。自分の作業を単純化していきます。その後ですね、みんなで集まってフローを見直していきます。お前の作業はどこが残ってんだと。俺が自動化したのはここだぞと。そしてですね、仕分けをしていきます。ここの判断業務、お前の判断業務を俺が判断するよと。まあ、こういうようなですね、理屈をやっていっていきます。で、ライブラリから対象業務をロボットを選択していくと。で、次にですね、判断業務と入力サム、10人とはみんな入力して判断をしてました。判断する人間を5人に絞りました。まあ、それによって半減していくわけでございますが、この過程においてですね、非常に重要なのは、みんながみんな火の使い方を覚えたってことなんですよ。火の使い方を体感したってことなんですよ。それによってですね、クリエイティブな仕事につけると。今日急にですね、明日からロボットをお前に作っていろと。で、他人依存で作っちゃうと、火の作り方は学んでませんよね。そうするとクリエイティブな仕事は成し得ない。まあ、そういったことでですね、みずみずしい、本来人間が持ち合わせている、みずみずしい感性というのを呼び起こしてですね、クリエイティブな仕事について本来の仕事に集中していくといったことでございます。少しですね、昨年度からどれぐらいじゃあこのシンクロ移動、RPA がですね、社内に浸透しているかというところで、デジタルトランスフォーメーション指標という形で解説していきたいなというふうに思っております。まずですね、プロジェクトの数ですが、778で、この数がうんぬんというよりは、むしろですね、昨年よりどれぐらい振動化しているか、ここが非常に重要になってまいります。 2.6 倍です。来年は4倍にしたいです。その来年は5倍にしたいです。まあ、こういうようなですね、指針を持つっていうのが非常に重要になるかなというふうに思っています。そしてもう一つですね、エンジニアの数っていうのも400人規模なんですが、これもですね、100人から400人、4倍に増やしていると。で、ちょっといつもこれお客様と話している時にですね、誤解があるので、ソフトバンクさんは社内でプログラマーを400人作ってる、そんなことはございません。今やはりですね、こういったツールの効能をやはり理解してですね、自分のオペレーションにはめてチューニングできるような人間っていうのがやはり非常に必要となってます。このような人材をソフトバンクでは育てていってるとご理解いただければ幸いでございます。で、これをですね、面積で表したときに年間どれぐらいかといったところでございますが、大体24万時間ぐらいです。1500人月というようなところが、効果になってまいります。このような、知見を取りためですね、昨年の11月から、シンクロイドというサービスでお客様にですね、サービス展開を広く行っているところでございますが、今まさに322社と。で、今後も継続的にですね、お客様の働き方改革に貢献してまいりたいというふうに思っております。引き続きよろしくお願いいたします。それで話はメインスピーカーの社長に戻したいと思います。ご清聴ありがとうございました。まあ、今話を聞いていただきましたように、まあ、実は去年からソフトバンクの社内ではスマート&ファンということを標語にしてやってきました。そのスマートという意味は、IT を使って IT をどれぐらい自分たちの仕事の中に組み込むか、 IT の組み込み方の、まあ、部門によっては IT の組み込み方がすっごく成功して、まあ、さっきの話のように、RPA を使ったりしながら大成功している部門もあります、まあ、そんな意味で、トータルではですね、本当にスマートで楽しく仕事をすると、残業時間も、相当減ってきました。まあ、それは残業時間を減らしたいというよりも、むしろクリエイティブな仕事に時間を割きたいと、あるいは人生を楽しくするということに割きたいということでやってきました。まあこれも先ほど来言っているように、データを価値ありものにする、デジタルデータ化することによって全てはそういった意味での効率を上げることができる、楽しくすることができるということの証明だと思っています。次に AI ですが、実は全社で、AI も導入してます。でさらにはですね、実は IBM ワトソンを、僕は大げさだったかもしれませんが、9ヶ月前に、去年の秋に社内の、法人部隊、今井の部隊のチームに1000プロジェクトぐらい作ってちょうだいよって言ったら、最初は本当かなと思ってたら、実際には1400社も、実はワトソンが入りました。で、ここに書いてあるのは、言っていいよという会社でありますけれども、実はワトソンもですね、最初のうちは非常に高い値段のものでしたけれども、今はまさにクラウド環境の上でワトソン AI を使える環境になりました。ですからエントリーバリアが非常に低くて、そしていろんな機能で使うことができる、そういう意味で1000件以上のプロジェクトができました。で1個だけ皆さんにご紹介しようと思います。パシフィックコンサルタントさんとのでの導入事例です。今日アナウンスしてますけれども、交通調査もですね、我々と一緒に、交通調査って道路の横で若い子がこんなことやってますよね。あれはもう本当にね、 IoT でやれば全くもって完璧なデータを、それこそコストも下げてできるんですね。だからそういったことをやってるんですけども、これはまさにインフラ設計のパイオニアであるパシフィックコンサルタントさんの、彼らは公募案件がたくさんあって、それをウェブサイトで情報収集していろいろやって、そして、それに RPA と AI を活用したという事例であります。ちょっと動画を見ていただければと思います。国交省などから日々膨大な公募情報が公表される建設業界、パシフィックコンサルタンツ様では公募情報の収集、社内共有に課題がありました。従来は担当者が複数のウェブサイトから毎日公募案件情報を収集、内容を一件一件読み込み、規定の27分野に分類していました。この作業は1日200〜300案件に対して行うため、大変な負担となっています。その後、社内の全40部門が自らに関連する案件を引き受けます。しかし、分類基準が人によって異なることもあり、他の部門の案件が混ざっていることもありました。これらの業務をワトソンと RPA で効率化しています。はじめに公募案件収集を RPA で自動化、次にワトソンが案件を分類、あらかじめこのワトソンには過去の膨大な公募情報と分類結果を学習させておきます。データに基づいてワトソンが判断することで分類の精度が向上、他の部門の案件情報を確認する工数が削減されました。パシフィックコンサルタンツ様は今後 AI 活用の幅をさらに広げ、入札の意思決定にも活用を検討しています。それによって想定効果としては、年間2520時間ぐらいが 67% 削減された。AI による案件分類も正解率が8割、どんどん賢くなってくるってことですね。ですから、こういった事例が山のように出てきています。で次に、AI を使って、なおかつ画像解析で我々自身、ソフトバンク自身が使っている内容について皆さんにお見せしたいと思います。実は我々基地局というのが、小さなセルまで含めると20万局以上あります。こういろいろこう高いやつやらビルの上に建てるやつ、ただそれの点検業務というのが大変でして、さっきの宮川がこれを担当してるんですけれども、これをですね、以前はこう人が登ってそこでチェックしてという、本当に人の世界、こういったその基地局の点検という業務もデジタルデータ化できるってことの証明なんですね。ドローンと AI 撮影して、そしてそれをまた分析するのが人間だと、もう膨大な量の写真ですから、そんなの人間が見てたらそれだけでまた膨大な人の手数がかかります。これを AI を使うという事例であります。これイメージ動画をご覧ください。電波がいつでもつながるよう基地局のメンテナンスは欠かせません。今までは人が登って点検していましたが、最近ではドローンと AI を活用した取り組みを始めています。ドローンで撮影した写真から基地局の 3D モデリングを生成、 AI による画像解析でサビによる劣化度やケーブルやアンテナなどの確認、修繕が必要なところの自動判定を目指しています。劣化度というものを社内で策定しておりまして、その劣化度に応じて修繕とか塗装とか対応するようなことになっております。人の目でですね、ネットの画像をこちら確認しているんですけれども、やはり個人的な主観も判断に入ってしまいますので、多少なりばらつきというものが生じてしまいます。こちらが AI になることによって瞬時に統一された確認結果というのが得られるようになります。今後労働人口も減少していきますので、そちらの労働人口の減少というところも AI で補えるんじゃないかと思っております。見ていただきましたように、本当に、基地局であるにせよ、これから橋とかいろんなものがありますよね。公共のこの道路のなんていうんですか、このいろんな立ってる電柱だとか、あらゆるものがですね、実は画像化、 AI 画像化して、そしてそれを AI が分析する、そんな時代が間違いなくやってくると思います。そういう意味で、本当に、データが命であります。どう我々のビジネスの周りにある工場であれ、物流拠点であれ、あるいはお店であれ、いろんなところのものをどうデータ化するか、そしてそのデータを作るために IoT をどう活用するか、あるいはその AI をどう活用するか、そういったことによってですね、実は、成長、新しい事業も生まれますし、競争力も生まれるし、そして、仕事を加速するということもできるというふうに私は思います。まさに何回もこれをお見せしてますけども、デジタルデータでビジネスを最適しませんかと。で、これからですね、新しいニューデジタルプラットフォーマーをご紹介したいと思います。ソフトバンクビジョンファンドが投資しまして、そしてなおかつ日本でジョイントベンチャーであったり、あるいは日本でコラボレーションして、そういったもう現実に動き出した事業がこの5社ございます。これを順番に今から、話してもらおうと思ってます。AI を搭載した自律走行システム、これは単に掃除のマシンだけじゃなくて、これからいろんなものにこの AI の機能が乗っていくと思います。ブレインコープ、ドクターユージーン、プリーズカムヒア。